お待たせいたしました。ただいまより、日本のゲームでもっと遊びたいフランス人ゲーマーから日本のゲームクリエイターへのエールを始めます。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。セレクション委員の遠藤です。えっ、ー、とこのセッションはですね、えっ、ー、と実はフランス人のお二方にお願いして、えー、フランス人 っていうのが日本のゲームに対して非常に興味を持ってるという話なんですけどもじゃあ本当に実態はどうなのかっていうような話をしてほしいといったところをあのフランスでアンケートを取っていただきまして最初1000人ぐらい取れればいいかなっていう予定だったんですけども40問のも設問があってかなりアンケートとしては答えるのがめんどくさいアンケートだったんですがゲームサイトとかを通じて えー、それをやってもらうっていうお声,声掛けをしたところ初日でで人ぐらいっっちゃったんですよね最初の日に1,000人ぐらいいっちゃってで最終的には6,400ですか、はい、なんでセディックに来てる皆さんよりも多くの人たちが、えー、そのアンケートに答えてくれたでそれを集計していただいたんですけどもあのフランス人の二方が見てもあのかなり衝撃的な内容っていうかあのもっと日本にこうしてほしいんだっていうような。 内容が含まれていて、い、まあ、それを皆さんにできる限り紹介してで日本のゲームゲームデザインなりゲーム作りっていうものがもっと日本らしさっていうものを出していっていいんだっていうか自信を持ってゲームを作っていただきたいっていうそういうエールにしたいそういう趣旨のセッションでございます。と、はい、ということで、 まずはじゃあ初めていただきましょうかはいはいすいませんえっ、ー、と自己紹介からはい、えー、はじめましてフロランゴルジュと申しますえっ、ー、とフランス出身ですけれどもあのフランスで日本のえっ、ー、とゲーム歴史を研究して本を出版しているものなんですけれども日本であのニンドリニンテンドドリームという月刊雑誌でもあの五六年間前から連載させていただいております今日はどうもありがとうございますよろしくお願いいたします。 初めまして、アンと申しますと、私は、えー、とフロンツにあるテレビ、えーと、ケーブルテレビチャンネルのノライフというチャンネルで、えー、と番組制作を、えー、担当しています、えーとまあ。ジャーナリストとかディレクターとかいろんなゲームについてとか日本の文化とか日本の音楽のいろんなものを、えー、と作っています。今、えーと、2年前から日本に住んでて、えー、とちょっと散歩番組、小さい散歩みたい番組を作ってますけどもっとサブカル系。 の誰も知らない駅とかを見に行きますとかそういうちょっと変な散歩番組を。 えー、フランス人のためで作っていますので、えー、とそれ以外はフリーランスとして、まあえー、とジャーナリストとか、えー、と翻訳もしてますのでゲーム翻訳とかいろんな資料の翻訳で今はちょっと新しいまだどこで放送するかどうか分からないなんですけど、えー、と日本のインディーズゲームを応援する、えー、と番組の企画を作っていますので、まあ、多分もうそろそろもうちょっと発表ができると思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 まあ先ほどあの遠藤さんに紹介していただきましたけれども6393名によってえアンケートがえー取れましたけれども平均年齢は25歳前後でありましたでまあ数字で言いますとあの男性91%女性9%ってちょっとこれはあのちょっと驚きというか多分うんハードコアゲーマーだと思うんですけれどもそうです本当はもうちょっといると思うんですよねそうですね。うん 日本の場合だとね結構女性のゲームやられてる方多いんですけども海外だとやっぱり男性主導っていう感じですかね、うんえっと、最近では多分1か月とか2か月前ではえっとフランスにはえっとえっとゲームをやってる女性がえっと45%と書いてありましたのでこの中で多分結構、会社はあるけどフェイスブックのゲームをえっとしてる人がやってると思いますけどまあコアなゲームがちょっともっとおおなんか90%。 あ、9%ではなくてもちょっと高いと思います。どちらかというとコアゲーマーを中心にした回答というふうに考えた方がいいわけですね。そうですね。はい、その6400人弱の中で日本文化に興味がありますかってまず質問をぶつけたんですけれども、はい。はい あの我々が行ったアンケートはあの日本を専門としたサイトではなくて普通の一般サイト一般ゲームサイトに投げたわけですけれども、はい、それでもフランス人のゲーマーは96%興味があるというふうにおっしゃってくださいました。はいうん、で えっと、そしては、えっとまあえっと、フランが言ったようにこれは結構コアゲマが答えたのアンケートになりますので、えっと、と日,本の日本について興味があることでちょっとこのフランス人たちは、えっと、日本人にいろんなものを言いたいのでみんなちょっと温か,かくてちょっとアンケートを答えましたのでじゃあそれでは一番好きなゲームジャンルは 後、まあ、的には RPG が29%が出てますと、そしてアクションゲームが23%になります。これだけ半分ぐらいになりますね。えー、と日本人の多分、えーと、日本人の頭で、えーとまあ、ヨーロッパとかアメリカの人が幼魚、えー、と,とか FPS ばっかりを。 遊んでるイメージがあると思いますけど、はい、まあ、確かに高ゲーマが結構、えー、違うこと違いますね。えっ、ー、と fps は12%だけになります。と、あとはまあ、シューティングゲームとかパ,パズルとかも見つかります。はい、これやっぱ rpg っていうのはあのー、こんなにいってるっていうのは意外なんですけども。はい あの実は R. P. G. って言っても、あの歴史がすごくヨーロッパで R. P. G. の歴史が浅いんですよ。はい、あの先ほどのセッションにも言いましたけれども、あの。実は R. P. G. って、あのファイナルファンタジー7までには出てなかったんですよ。それまでなくて、ファイナルファン。なかったんです。はいはい。 でそれまでは「ゼルダの伝説」ファミコンとかやってたんですけども翻訳もされてなかった英語だったんですよ、はい。で英語でしか相場なくて RPG って文章がもっと長いから多分日本のメーカーとかフランスでえ販売されてるところで RPG って流行らないんじゃないかなってアクションゲームでないとは流行らないのかなっていう偏見があって発売しなかったんですけども実際に「ファイナルファンタジー7」を発売してみたらもう ものすごく人気ソフトになってで今は RPG はこうやってあの一番の人気ジャンルになっているんですよ多分これ日本ではこういう認識は全くなくて RPG っていうのはまあ持っていてもダメだろう的な感じだと思いますねうんそれは全然なくてでそれもまあ将来にもつながるかと思うんですけれども、はい、日本でしかこのジャンルしかあ日本でしかそのジャンルは流行らないのかなっていう不安を持ったゲームメーカーとか、えー、ゲームクリエーターインディーズでもそうなんですけれども あの偏見を持っていたってそれ結局、進まないんですよだから積極的に、まあ、このジャンルは日本でしか入らないのかもしれないけどやってみようという,なんかそう,いうあの意欲があればもしかしてアルピジノンの歴史と同じように日本だけではなくてでもなんければそうですねそういう意味でやっぱりあの、まあ、価値観っていうのかな多様な価値観というものがヨーロッパにはあるとうう考えていいんですかねいろんなさまざまな考え方をしてくれるっていう。 あとはアルピジが結構女性の中で結構人気がありますのでこれは例えばファイナルファンタジーのえっと女性プレイヤーが非常に大きいです、えっと、コスチュームが好きとかキャラクターデザインが好き女性が結構いますまあやっぱりジャパンエクスポとかに行ったらファイナルファンタジーのコスしてる女性をして、はいる遠藤さんも2年前にゲストとしてジャパンエクスポに招かれたんですけどもあの時はもう綺麗なバニラがたくさんいてびっくりしましたけどね。<laughs> いやでもバニラすごい完成度が高いんでっていうか日本人よりよっぽどぐっときちゃうわけなんですけどもあの一番羨ましかったのはジャパンエキスポであの道具ですよね武器とかっていうのが直接金属製のものが売られていたりとかっていうちょうどあのファイナルファンタジーのちょうどあの頃なんで。 えとライトニングが持っている剣がそのものズバリの形のものは売ってるんですよ変形はしなかったんで買わなかったんですけどあれ変形してたらぐらっと来て買っちゃってどうやって日本に持って帰るかっていう状態だったんですけどもでも、ああいったものがちゃんと金属製のものが出ててとか三時の剣とか3本セットで売ってますよね口ににえるよととかか両手に持つコスプレのルールとしてには、えっと、ジャパンエクスポには、えっと、コスプレステージで火をつける禁止というこのルールだけかもしれませんです、ね。なるほど 昔、やってみた人がいた、県で火をつけようとなんかこつけなんかしようというエピソードがありましたのでちょっと問題になったらしいなので今、まあ、ジャパン EXPO 火をつけるは禁止になりました。はい そういう意味ではやっぱりロールプレインゲームみたいなものを女性のファンが多いっていうのは納得できますねジャパニエスポーの期間中にはやっぱり地下鉄に乗ってあのコスプレの格好をしたまんま来るんですよそれもそれもって結構大物とかつけてるじゃないですか彼らこんなでっかいものをってたりとか邪魔ですね本当に邪魔ですね乗るとなんかでっかい羽とかついたまま乗ってんですか乗ってますよああそうなんださっきの剣もだから持ったまま地下鉄に乗って おじちちゃんばちゃんはみんんんばみな怖がってるんですよねフランスにはコスプレの衣装があまり売ってないので基本的には手作りになってますのでまあえと縫,うことが縫うことができない人がまあお母さんとおばあさんとかを頼んでてたまにお母さんがあ楽しいねなんか来年一緒にコスプレしようっていうこともありますのでだからキャ、えー、と45歳とか50歳のキャ,キャプターさくらとかも魔法症状が出てますので <laughs> これはジャパンエクスポーの魅力的で <laughs> まあ来たら。うん 楽しいですそしてはもうちょっとなんか真面目な話に戻りますけど、えー、とフロンツには、えー、とちょっと先のパネルでちょっと話しましたなんですけど、えー、と,、えー、とゲーム機を買う時にはレジョン6かレジョンフリーが、えー、とゲーム、えーとまあ、判断と関係がありますかとかはい関係があります。特に日本のゲームが好き人は、えー、といろんな、えー、日本のゲーム遊びたいけどけど日本のゲームはそんなに。 えっと、まだロカイライズされていないとか発売されていないのでじゃあ日本版そのまま買おうかなけどいろんなゲーム機がレジョン6になりますのでだからもう1つのゲーム機買わないといけないので結構えっと高くなりますのでだからレジョンフリーのゲーム機だったら非常にみんながうれしくなります特にえっと2日前ぐらいが x b o x One はレジョンフリーになること 発表されていましたので、海外のゲーマーはみんなもうすごい嬉しかったです。うん、えっとそうあのビジョンフリーかロックっていうのはやっぱりあの日本のゲームってマイナージャンルとされてるじゃん。物、ね、が日本でしか販売してないだけど、海外のユーザーって。まあフランス人のアンケートなんですけども、はい、遊びたいんですよ。 でリジョンロックなので遊べなくてだから本当は、まあ、それはもちろんあの大人の事情があってコンソールがリジョンロックされてるんですけども、ね、本当は今ゲーマーヨーロッパでは不利でやることをすごく望んでるんですよ日本ではあまり気にしてないと思うんですけれども、うん、ヨーロッパではすごく大事な購入判断基準だと思います。そうあのじゃあ本本当に日本の ゲーム機を買ってきて日本のソフトで遊ぶしかもう手がなくなる。そう私も 3DS は二つ持って二台持ってるんですけども、なるほどまあ本当は四五台ぐ持ってるんですけどもあの <laughs> でもあのやっぱり日本版一台とフランス版一台、まあね、それで両方は遊べるんだけど。まあやっぱり私も例えばあこのゲームがやっ なんかこの日本のゲームやってほしいと思っているんですけどじゃあ日本のゲーム機かおかなけどあこの「動物の森」のフランス語の翻訳がうますぎてフランス語版も楽しフランス語版も遊びたいから両方の 3DS を買うのはちょっと嫌なので、まあ、結局何も買いませんでした。<laughs> 動物の森とかってフランス語版っていうのでやっぱ早いですか？あもちろんそう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 まあすごいはいまあえっとこの春に多分あ6月ぐらいに発売されていてもうまあツイッターとかねねねそう見たらみんなが遊んでたらしいそうそうそうそれ違い通信も結構ねあのそれ違い通信でパリでやるとやみんな動物の森遊んでるなとはい えとそしてはあなたが日本製のゲームプレイを楽しむ上で日本語の吹き替ええー、と変え残していることは必要ですかってみんな。 はい、いと思います。87%皆は日本の声そのまま聞きたい、えー、とさっきのパネルも同じちょっとその話しましたなんですけどフロンス人には結構昔からアニメとか漫画を見てますので日本語そのまま、えー、と耳が慣れてますので別に日本語を聞くのは、えー、とおかしくないものです日本アメリカに比べてアメリカ人が絶対字幕読みたくないっていう国なので えと全部が英語吹き替えになりますけどフランス人は、えー、と日本語を聞きたいです。例えば昔は「ドラゴンボール武道館」えー「武道館」えー、武道館の、えー、武道館ではない、えー、と武道館ゲームとかは、えー、と最初にはフランス語で発売されていた時には、えー、と英語の声 ででなんですけどすごいファンが怒りましたどうしてオリジナル声じゃないとかだから多分3番目とか4番目からえっとボナスでえっとまあに日本語の声入りっていうステッカーがありました箱でこれが売,れ売るのためのアピールポイントでした日本の声が入ってます <うん S 2> その辺というのは逆に言うと日本ってあのローカライズとかカルチャライズとか言うんですけどもそういう時にやっぱり翻訳するっていうことがすごく大事だったりするんですけど逆に言うと日本語のままの方がいいと。 そうそう字幕入れるぐらいで十分だとあとは前、まあ、結構前から遠藤さんから聞きましたんですけど遠藤さんがフランスでゲームを出したら絶対全部フランス語で翻訳しないといけないと思いましたんでフランスってなんかフランス語以外のものだめみたいな印象を持ってたんです実はフランスにも英語で書いてあるゲームを出しても全然大丈夫です。<laughs> それもゲームによると思うんですけれども、マイナーなジャンルだったら、英語でもいいから出してよっていうコメントが非常に多かったんですよ、はあ、日本でしか遊べないゲームって、アドベンチャーゲームとか、そういった、なんだろう、ビジュアルノベルとか、はいはい、そういうのは翻訳もされてないんですね、英語でもないわけですけれども、そうですね、だから、英語でもいいからとにかく遊びたいっていうのがありましたので、だからロカライズとかカルチャライズが怖いと思ったあのクリエーターがいらっしゃいました。うん いらっしゃいたらあの怖がらずに英語とかでもいいから出してみてくださいというアピールを出したんだけどもです、ね、もちろん子供向けゲームだったら絶対フランス語で翻訳しないといけないなんですけどたぶん15歳とか16歳のゲーマーのためのゲームだったら、まあ、英語でも、まあ、みんな勉強してますから多分大丈夫と思います。 次にまたデータとして皆さんに伝えたいと思ったのがやっぱり我々のゲーム文化っていうと日本のゲーム文化に近い気がするんですけれどもやっぱり日本製ハード海外製のハードって一番初めて購入したゲーム機能を見てみると87%が日本製ハードだったんですねファミコンゲームボーイが圧倒的に多かったんですね。当たり2600が多分一番当時 えー、流行ったあのですけれどもそう,、ね、そういう意味でもやっぱり日本と同じような形でっていうか家庭用ゲーム機っていうものを遊んでるっていう、ね、そうですねイギリス製の,あのパソコンとかというのもあの結構入ってるんですけどもでも記憶に残ってるのがやっぱりファミコンゲームボーイだと思うしあと我々に。 分ゲーム文化を一番最初に紹介してくれたのがやっぱり日本ですよね、そうですねこの数字とかも見てみると。当たりショックの後から入ってる形ですよね、うん、当たりショック以前にはもちろんゲームはすでにはあ,のあったんですけれども、はい、あまり注目もされてなくて、はい、そこからですよあの、ゲーム文化始まったのが、うんうん。で、一番初めて遊んだソフト。 っていうのも、まあ、日本にも近いところがいくつかあるんですけどもスーパーマリオブラザーズとかそういったポケモンシリーズがやっぱり一番売れてたわけですしで初めて遊んだソフトの中にも結構入ってるんですけれども、うん、あの日本製ゲーム89%外国製ゲーム11%。結局一番 多かったあの西洋ゲームっていうのはクラッシュバン・ディクですね日本でもヒットしたプレイステーションソフトなんですけど、はい、13位、e、なんですね、はい、それ以外はほぼ全部日本ゲームでありまして、はい、アーケードとかもちゃんと入ってる。 少し入ってますね、はい、残念ながらゼビウスは入ってませんけどあとはフランスにはゲーセンが結構20年前からほとんど全部閉めちゃった状況になりましたので,で、うん、今でも多分パリはゲーセンが2つしかないかもしれない1つがファンが自分で作ったゲーセンになります、うん、なんですけど,どまあコアゲーマーしか、まあ、プレーができない。で早い段階で消えてしまった というとけどもう危ないところと思われていて、もうとまあ、はい、えっと、まあえっと、テレビゲームも出てきましたので、まあゲセンが全部し,しまいました、えー、か終わりました。なんですかね、あのゲームを遊ぶハードウェアとしてはやっぱり家庭用のゲーム、うん、PC とかよりもやっぱりゲームは家庭用ゲームみたいな感じなですかね。うん、PC はこれからだと思います。うん、あのーはい、PC もあ後ほどには出てくるんですけれども、PC のシェアが結構最近が増えてて。 PC になりつつあるかなという気もしますけれども当時は全然 PC は注目もされててなくてう、ね、うこうやって見てみると初めて遊んだソフトの中でもなかなか日本人でも遊んでないのも赤文字でになっているのが海外で作られているもので,で,、ねでまあ、レイマンって日本では、まあ、全然売れてないし、はい、あとは。 ちょっと知られているのがまあ48位のプリンス・オフ・ペルシャ、まあ、当時、PC でしか遊べなかったんですけれどもはい、はい、あとはトゥームレーダーぐらいかなという、はいうん、でも、この数字とかこの結果を見てみると我々はどういうゲームで育ったかって分かるわけですね、うん、今、遊ばれているゲームではないんですよそれが我々はどうやってゲームと出会ったのか、はい、要するに日本がきっかけだったと思うんですよ。うんなるほど ダックハントとかも入ってますね。あ,あ、そうですね。ああこれはれうん大事な話んだけども、実はもう海外ではあのゲームがソフト一本が必ずあのコンソールと一緒に同梱されてたというのがあって結局コンソール買うとまあダックハントとスーパーマリオが両方ついてたわけです。ダックハントとスーパーマリオがついてたんですね。そうなんですよ。はいはい、あのはいライトガンと一緒についてたんですけど。 で、だから28位にもメガドライブの1王号というゲームが入ってるんですけどそれもバンドルでアレックス・キッドもバンドルでそうアレックス・キッドもはい、だから6位の感じちょっと難しいんですけど「TeenagerMutantTurtars」もこれはファミコンと一緒にパックになりましたのですごい売れましたなるほど、そういうセットもあったで、次一番好きな日本製ゲームソフトはい今ですね えっとまあ圧倒的には一番好きな日本のゲームソフトはえっ、ー、とファイナルファンタジー7になります。ファイナルファンタジー7はい。ちょっといろんなこのランキングが日本人がわからないのいろんな情報がありますけど、はい、えっともうフランスには向かまあ PS1 の前にはえっ、ー、とアルピジがあまりローカライズされていないアクションアルピジがちょっとありましたえっ、ー、と政権でつつとか。はいはい えとまあ、そういう、えー、とテラニケマとか、はい、日本語で別の名前なんですけど、まあ、ちょっとエニクスさんが作ったアクショナル RPG なんですけど、はい、マザーがもうまだフランスには発売されていないですマザーだからランキングに入ってないですマザーを出せば売れるってことですかそうそうっていうかバーチャルコンソールで最近出たと思うんですけど、ねうん、それがじゃあ遊べるようになるはい <う>んリージョンの問題でダメとかそういうことね大丈夫<う>。WiiU でマザー2が遊べるようになった最近じゃあ <そう S 2> これからドーンと行く感じがで,でも FF7 っていうのが入ってきたっていうのが <はい S 2> あのやっぱりこれまで FF6 とか5 3 4全部なかったんですよ全然出てなかったのでもう7が出たときの衝撃がその数字には出てると思うんですけれども これは日本のゲームの RPG なんだってみんなすごいショックを受けていまだにえベスト1位にはえ輝いていなりすかなり水が空いて1位ですもんね。そうですね一 <はい S 1> つ大きなあのそうですね結果が取られると思うんですけどもこのリストを見てみるとあのリアルなゲームがないんですよ。全部 FPS みたいなものとかそうですねあのリアルを求めているゲームがなくて全部ファンタジーまあシェルムっていうのが あの割とリアルな世界を抱いてるんですけども <はい S 1> 我々からするとまあファンタジーなんですよ。新聞は。それは要するに。 なんだろうあの日本を舞台とした大体でそういうのを見るとエキゾティックなんですよ<も>観光してる気分になる横須賀の街並みとかっていうところももうそもそもファンタジーなんですそうなんです,んで,すで実は僕はあの何年か前からあのフランス人のゲーマーたち10人15人を連れてって日本を観光するツアーを企画してるんですけども <はい S 1> で日本の下町を歩くとあ,あシェムみたいだっていうふうに反応するんですよ <laughs> いやまあシェムもこう汚いゲームでしたからね本当にね <laughs> けど、<で>例えば龍が如くも、なんかすごい日本に旅するみたいな感覚になりますので、みんな楽しく遊んでます、うん。株式市場行きたいけどい、お金がないから、もう龍、龍が如くので <あー S 1> 遊んでたっぷりと。<laughs> 龍が如くはもう完全に。 あの俺たちが向こうに合わせて作ってもダメだからって日本のものをそのまま持ってくんだって侍名越がああいう形で表に出したものなんで、うん、じゃあそういう意味では合ってるわけです、ねはい、合ってますよ鬼武者もそうだったしやっぱり観光する気分にもなるのでもう一石二鳥なんですね。 けど海外にはなんかまあさっ先、えー、のパネルがなんか結構、不良とかヤクザの映画が人気でして、はい、ちょっと若者、特に男、まあ、なんか高校生とかはちょっとこういうい自分でちょっとフルステレーションとかがありますから、うん、えっと不良があるゲームが好き GTA とかも好きですねだからまあヤクザとかでもそういうい人を殴ったりとかも。 でででるるなのでこれはもう受けると思います熱血紅白ニオクも出してほしかったんだけど、それな売れ売るはずですよ、ね、あとには、えーと、さっき、えー、と初めての「ファイナルファンタジー」はセブンになりましたなんですけど、初めての「ドラゴンクエスト」はエイトでした、だからもうその前はドラゴンクエスト全くなくて、今、DS でちょっとちょこちょこ出てますので、そして、えー、と4位、e、の「テルオフ・シンフォニア」も、これもこのエピソードが初めてのテルオフでした、フランスで。 大神みたいなのってどうなんですかオ、ね、<ん>大神って出てますけどもはい、オオカミはすごくあの人気やっぱりグラフィックのテストとかそそうですねそのビジュアルセンスがやっぱり日本人にしか出せないっていうのがありまして。あのい もうやっぱり難しい話が出てくるじゃないですか日本の紙の話そで,、ねはい、でもそれ,がそれ自体も楽しいし別に違和感もないし壁にはなってないそれ自体ももう認めてっていうかそそれ自体もエキゾチックそうですねあの知識がなくてもとにかくゲームとしても十分に楽しいゲームなのでなるほどい,いくらその文化的には外国人に出入りしにくい文化であっても、はい、ソフト自体、面白ければそれでも十分だという、まあ、ものを示していると思うんですけれども。 まあでも FF 強いですね、やっぱり。強いだけど私もこう出たときには中学校、中学生14歳とか13歳出て、もう FF7 を遊べるように、ちょっと親になんかプレステを願いっていってましたので、FF7、でも日本でも結構人気があると思うんですけどね、うん、一番ですか f f ズの中で一番人気、ね、FF で一番はセブンだっていう人はどのぐらいいますよ<タッ> あ,あそんなでもないんですね世代的な問題ですけど、ね、いい僕はキスティス先生の大ファンですけどもね <laughs> そこは2番「10」じゃないですか「あ10」も女性がすごい盛り上がる盛りはいジ女性もう完全にラブストーリーということになりましたのであとは「PS2」の「なんか PS2」っていうハードが これこの美しい映像ができるっていうちょっとデモみたいな感じになりましたので、はい、みんな CG とかがすすごいもう嬉しくて<ー>、はい、そうですねあとは最後にあの言わせていただきたいのが、えー、と赤文字で出てるのが「ゼノギアスと「クロノクロス」なんですけども、はい、こちらはまあフランスで出てないんですよでも全部結局アメリカ版の買って遊んでたっていうことなんですけれども。まあ ゲームレーターとかそういう <laughs> ね。あねそこまでして遊びたいってどこから情報を得てこういうものを遊んでみようと思うんですかね。あのフランスのゲーム事情で言いますと、昔ゲーム雑誌ってあのヨーロッパってすごいあの忘れられた大陸っていうふうに言われてたんですよ。そうなんですか。なぜかと言いますとまず日本が ゲームをあのリードしてるわけですので、はい、あのまずリリースが日本、はい、その後英語版で訳して1年後にアメリカで出る、はい、でそこからヨーロッパに出るかどうかそれがアメリカで売れるか売れないかによって違ってたなるほどで売れたとしても2年後とにかく2年遅れで入ってくるわけですよ、はい、で我々がゲーム雑誌とか読むとあの日本のニュースページって必ずコーナーが大きなのがあって、はい、そこでもう日本で「あのスーパーマリオ4」が出る っていうニュースがあったときにわれわれのところではスリーまだ出てないんですよ、なるほどでそれでうわ、うましいな遊びたいな遊びたいなって言ってお金のある人たちが結局あの、輸入して遊んでたわけですよ、もう待てずに、はい、だから日本のあゲーム雑誌、フランスのゲーム雑誌を読んで情報が入ってきてたんですよそういう意味ではあのそれでもうアメリカ版を買おうとかそうですの、ね、ク,クロスアメリカっていうのも、まあ面白いと思いますね、この中で並んでては全然違和感がないですもんね。そうですか はい次いきますがあの一番好きな日本製ゲームシリーズ、まあ、これはソフトじゃなくてシリーズとして、やっぱり FF が出たんですねで、次にゼルダの伝説、メタルギア、ポケモン、テールズ・オフシリーズといったあの順番なんですけども、同じく赤文字で出てるのがに、フランスで発売されてないソフトが入ってるんですよ。東方プロジェクトね。まあアンケートは結構、コアな掲示板っちゃたので。かなりですね。 けど弾幕遊んでる人がいますからアンさんに弾幕言われたちょっとなんか <laughs> あすいません仕事の、はい。けどねけど例えば「スーパーロボット大戦」とかこれは本当に一般が全く知らないシリーズなんですけど多分ファンが。 なんかフランスでローカライズしてほしいだからアンケートに参加したっていう人が多いと思います。あそういう意味でローカライズしてくれた。そうそうそう。そういう意味でもうもうそうそう。う俺たちのが届くえっとアツネミクのゲームとか、はい、あとはまあイースとまあイースはまだ結構マイナーフランス人がマイナーなんですイ。イース今更やってるでしょ。けど初音ミクはえっとミクの例えばミクのライブはパリの郊外のえっと結構大きなマルチプレックス映画館で上映されていますので。はい なんか200人とか300人がなんかまあチケットを払ってえっと映画館でミクを見るために郊外、すごい遠い郊外に行きますのでこれのためだけけどボカロイドはまだフランスには何もないですね。マノライフはボカロイドの PV を放送していますけどまだソフトとかゲームは何もありません。で次ですね、一番好きな日本のゲームメーカー。 でそこにはですねちょっと面白いことが起きたんですけれどもあのゲームメーカー好きなのどれですかっていう質問にあのメーカーではなくてこの人が好きっていう答えがいっぱい来たんですよ、うん、でアンケートに多く名前を挙げたあの好きなゲームクリエイターの一覧をそちらに書いてあるんですけども順番が、はい、あの適当に順番を入れましたのであまり順番は関係ないんですけれども。 あのそれがすごく印象的だったんですよ。ということはゲームメーカーというのに人の名前を書いてきたっていうのを見上げたわけですね。ねそうこ当は、まあ、このゲームメーカーは好きなゲームもいれば嫌いなゲームもあるわけですから、はい、言えないんですけどもこのクリエーターだったら大好きもうなんとにかく買いますっていうような感じの人がたくさんいましたねでああゲームメーカークリエーター一覧,、ね、ーー一覧そうですねゲームと関係ない人もちょっといっ そうですね、そうですか <laughs> はいそれが1つのメッセージだと思うんですけれども、えー、我々、ゲームもそういうふう,いう風になりつつあるんですよあの、海外ではインディーゲームズが非常に今、ブームになっていて。はいであの メーカーとは関係なくサッカー性の強いものをすっごく求めてるんですよ。そうで,すかでインディーゲームズではともかくあのジェノバチェーンという人のゲームならもとにかくいくら高くても買いますっていうような人たちがどん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 増えてしまってるんですよ。でヨーロッパではフランスでは例えばあの須田悟一さんのゲーム大好きだという、はい、もうそういう熱血なファンがいるわけですよ。はい、でそれがグラスホッパーではなくてあの須田さんっていう名前で出てるわけだし上田さんもそうなんですよ。はい だからそれが非常に大事なことだと思うんですけれども、まあ、ゲームクリエイターが何を伝えたいのかとか日本人クリエイターとかの意思とかは知りたいというか、うんあのー、ゲームメーカーが作ったゲームじゃなくてクリエイターに乗せられたいというかその、うん、伝えたいことに。うん そそれはやっっぱり作家制っていう作家制そうですねそうですすねねだから例えばジャパンエクスポをみたいイベントで結構ゲームクリエーターを誘ってますのでまあ日本と違って3回とか、拍手会とかがありますゲームクリエーターと,と一緒に小島さんがいつもメタルギアが発売されているときにはフロンツで絶対ちょっとつたやみたい店で3回と拍手会とかとマスタークラスとかしていますのでユニクロでも企画もいつもありますので、え。っと 例えば、ファイナルファンタジーいつもロンチがあるときにはシャンゼリゼで、ちゃんとにプロデューサーとか、北瀬さんとか、鳥山さんがファンと触れ合いしていますから、これはすごい大事なことと思います、うん、あとはまあ1位に輝いたのは、ニンテンドであって、スクウェアニックスが2位だったんですけども、はい、もちょっとそれもびっくりしたのが、6位にスクウェアソフト。 あれもうスクエアニックスなんですけどもよく見てみると、まあ、痛い話なんですけどもスクエアニックスになる前のスクエアソングが好きだ、ね、ということだったんですよ。えー、いやそれでも多分なんか共感できる人は結構いるんじゃないかと思うんですけども、うん、というわけですけども次現在フランス人ゲーマーは日本のゲームをどう評価しているかという大きなテーマなんですけれども、あのー、実際に えっと、最近、えー、購入する日本製のゲームの数は増えてますか減ってますかって、うん、結果的には48%減ってる、はいで増えてるのが29%あとはもちろんあの変わらないということなんですけれども、はい、何か、あのーまあ、ご覧のとおりそういう結果になっているんですけれどもあとは他の質問もあってトータルするとそんなに変わってない雰囲気ですかね、ちょっと減り具合い。 あり<割>と <laughs> <うん S 2> なるほどね先、あのー、の結果でもそうだったんですけれども、あの我々が昔ゲームは、ゲームイコール日本って感じだったんですけれども、はい、でそれが最近、ゲ芸の質も上がりつつあって、対立するようになったわけですから、うん、まあ結果的に減ってるわけですよね。というわけですが、ちょっといきます。 これはちょっとあの遠藤さんに解釈していただきたいんですけどもいろいろ手伝っていただきたいんですが、はい、あなた、いかに書かれた時効に賛成ですかっていうことなんですけが 86bit のゲーム機において多くの場合日本製のほうがす優れていると思っている人81%るただ、三つ目になるとニュージェン、いわゆる PS3、Xbox。ねはいはい 日本のほうが優れてるっていうのが25%にすごく減ってきたんですよ、はい。ということは、プレイステーション3以降うあー、そうですね、PS3 になってから、Xbox360 になってから減ってきてるんですよ。で、まあ、全部、もちろん、えー、と黒いわけではないんですけれども。えーあのー どうですかあのクリエーターとしてもうあの実感とか海外のシェアとか市場とかってどううなってるんでですすかそね日本そうですね日本ではどちらかというと PS3 とか XBOX とかってもう持っていない人のほうが多くなっちゃってるような感じっていうのかな、まあ、どん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 今もうスマホで遊んでる人とかのほうが多くなっちゃってて、うん、あんまりこうコアなものをやらないっていうのかな。 うん、多分皆さんも PS3、ね、今日打ち返って電源入れたらまず最初に更新しますって出る人多いですよね <laughs> だからこんな状態ですわ結構皆さんゲームやるはずなのに、うん、っていう具合にちょっと離れてるかなって気もするんですよね、うん、で,もでも日本製の方が優れてるっていうと、まあ、それはまた別の問題なんで遊ぶか遊ばないかとは。だと思います、あのーえー、日本製のゲームは洋芸の,のゲームに比べてグラフィックアニメーションなどの点に技術的な遅れを取っている。うん、皆さんが多分そう あのだろう表だから減ってると思ってると思うんですけど、実際はそうでないんですよ。す <うん S 2> 遅れを取っているっていうのに対して、賛成ではないってことは遅れてはいないと考えてるんだけども70%以上は遅れてないって思ってるわけですねでも、日本製のはちょっとやっぱり西,あの西欧諸国のおもののほうがよくなってるってうそういうことになると思うんです。<laughs> うん だから日本のゲームはダメになったっとい,いうものよりは,は何か質的な変化をおっしちゃってるってことなんですね。だと思いう、ねはい、はい。で、まあ、ちょっとこちらに日本のゲームのここが素晴らしいというあのアンケートも取ってみたけどもすごいたくさんの6000人ぐらいの答えでまとめにくかったんですけれども、はい、どうですかあの印象に残っ いろんなものをなんか話したいなんですけど、えー、とちょっと先のパネルお話ししましたんですけどなんかちょっと重要なポイントが日本のゲームの魅力的はクレジサであるっていうポイントで、うん、えとこれは日本らしいのなんかちょっとクレジーなゲームとか例えば「塊まりだまし」とか「東京ジャングル」とか「ノーモーヒローズ」っていうゲームが。 日本人しか作れないゲームですね。はいはい、メイド・イン・ワリオとかもすいそう,そうメイドイドンワリオとか確か確にリズム天国の,のみのしてです。そ、はい、そうそうこういうすごいなん,か人なんか新鮮なものを経験したいという考えで、はい、このクレイジー・ゲームとかもうちょっと見たい感じになります、はい。これが日本人しか作れないゲームです。 とあとはちょっと、えっと、日本のパブキカルチャーの雰囲気がある新鮮感じることなんですけど、えっとまあ、やっぱり私たちフランスでうちの世代がアニメと漫画と育てられていてすごいなじ、えっと、み。 ことになりますので、うん、じゃあゲームでちょっとそのなんか好きな雰囲気をもっと見,見たい感じです。<laughs> うんうん、まあリアルなモードだったら、まあじゃあ予言遊びたいけど、ちょっともうそのもうその世界とかその漫画っぽいのデザインとかアニメなんかキャラクターデザインとかはこれ遊び、ね、これ好きだったら日本のゲーム遊んでます。どちらかというとポップだったりとかあの現実感のないものだったりとかっていうところに日本の良さがある。うん、そうですね。 あとは遠藤さんもその中で印象に残るのが何かかありますかいや、あのー、当然といえば当然なんですけども難易度がうまく調整されてるとか、はい、しっかりして遊びやすいものが多いっていうのはそこはもう多分日本のゲームデザイナーみんな胸を張って。 日本はおもてなしの心がちゃんとしてるからだよなっていうふうに思うと思うんですけどね、うんうん、ゲーム音楽や BGM も印象的なものが多いっていうのも多分そうですね日本が一番最初にゲームに BGM をつけたりしてるし音があることによるなんか印象っていうものを深く考えてるんで、うん、っていう部分もあるんですけどもねまあでもあの日本のゲームはバラエティーが非常に豊富であるっていうあたりとか やっぱり魅力がクレイジーであるとか夢のあるゲームが多いっていうあたりが本線でですすよねねそうですねあの日本のゲームで遊んでいると本当に想像の世界で旅をしているような感じることが多いっていうのは私にとっても同感というか私も同じことを感じているんですけども、まあ、やっぱりリアルを求めているとやっぱりアメリカにやられてしまうっていうかアメリカ文化って、まあ、ハリウッド文化ってともかく派手で。 あの何、ー、だろうリアルなものを求めているというかう、ね、ビジュアル的にでそれがアメリカ文化の中では根強いものなので直接そのものを見せなければダメっていう部分ですよね,、うん、そ,すねそのものズバリ、うん、でこの中で Easy to Play Hard to Master っていうのも結構面白いですね入りやすくて極めるのは大変っていう、うん、まあそうですね囲碁と将棋に近いじゃないですかなるほどはい というわけけですけれども声優の質が高いっていうのも納得しちゃうな <あっ S 2> 好きな声優っていいますかいやもういろんな声優さんと一緒に仕事させていただいてるんで誰か一人に絞るわけにはいかない <laughs> <laughs> まけど多分えっとこれは声優の国にとってちょっと声優っていう仕事とか状況が違いますので日本には声優になり 声優になりたいいい人がすごい多いですご、ね、多いでね女性とか男性で、はい、ヨーロッパとかアメリカだったらまあ食べるように仕事になります別に劇団とか,とか、ね、映画にあまり出てない人が結局声優さんになることになりますのでこれは日本とちょっと違うことです。 はい、そういう意味で声優文化っていうのは日本が突出してるっていう風な考え方であるんですね、はいまあ。あとは例えば、ネケツセリフとかだったら、まあ、日本人が言ったら、なんかもっと、なんか、まあ、なんか、いいまあ、気持ちいいなことになりますので、まあ、例えばアメリカ人、ちょっとなんか、ロボットアニメのネケツセリフを言うと、ちょっとおかしいな、なんか、違和感っぽいとか、ものがなん,なんかこう、うわーっとかそういうところが、なんか、あのに 日本の声優さんって結構派手だったりとかで撮ってる最中も音響監督とかがそこ全力でいっとけよって言うと本当にうわーって全力でいくんですけど、うん、そのぐらいでちょうどよかったりする、うん、わけですよね。うん、そのや,やりすぎちょっとやりすぎ感じでこのクレイジーさと同じくてちょっとつながっととがてると思いますす、ええ、そうですね僕が一緒に仕事なした中では若本紀夫さんとかすげえクレイジーで <laughs> 台本通りにちっともやってくんないみたいな。<laughs> <laughs> 多分そういういところが日本らしさでもあるのかと思いいいまますすは次<あ>き過ぎたいやその日本のゲームの欠点といえばってあ、はいまあ、逆なんですけれどもあのこれも注意していただきたいのがもちろんそれがフランス人のゲーマーが指摘しているところなんですけれども、うん、もちろんあのアメリカのゲームの欠点とかヨーロッパのゲームの欠点といえばっていう質問していれば同じく。 似た,のすね、似たものが出てくると思いますので例えばですけれどもキャラクターのステロタイプが多いっていうのが素直に我々がすごく思っているんですね日本人のキャラデザイナー、はい、で逆に日本人から言わせるとアメリカのゲームのキャラデザイナーってみんな似てるステロタイプが多いってあなんなこ、はい、<う>っち筋肉をしている、まあ、<laughs> とか、まあ、ハゲてるムキムキとかそういうそうそうで結局同じなんですよね、ええ、ゲーマーって、まあ、うるさいですから でも、あのー、同じことが言えるので、あのー、あまり気にしないで、あのー、読んでいただければと思いますますあでも、デカ胸みたいなのってみんなそっちに流れちゃったりしてて面白くなかったりするなっていう人もきっと多いと思うんですよね。あ<ー>そういうところで特徴があっていいかなと思うんですけどねあこれは面白いですねフォトリアリズムタイプのゲームにおいては日本のゲームはグラフィック面で表現に劣っている。 っていうフォトリアリズムっていうのは現実に近いところだったりするわけですけどもファイナルファンタジーの世界みたいなのってフォトリアリズムとはまたちょっと違うリアルだ,だと思いますですよねあのフォトリ。例えば「シャシンスクリード」はい、あれはもちろんあの昔,の舞台をせあ昔の世界を舞台としてるものなんですけども、うん、完全に再現なんですね。はい、実際に場場所所とししてては存在してたただったり、はい あのー、違和感がないようにすごい研究されていて、うん、フォトリアリズムとしては完璧で,、ね、でファイナルファンタジーって実際に存在しない世界なので、ええ、これはフォトリアリズムとはまた違うんじゃないかなって気もするんですけども、うん、それはまた別の話でありまして、うん、主人公が若すぎるっいうのはアニメとかもひどいですよね。 おっさんみたいなのに設定の、ね、年齢が2つとかお前このおっさんで2くつねえだろみたいなのいっぱいあるんで <laughs> そういうのの,の影響かとも思いますけどね,あ,まね、まあ、あとはっ、えー、アンケートの、えー、と最初見たときには、えーとまあ、ゲーマーが結構25歳とかあたりの人が多い20代の人が多いからだから自分に似てるキャラクター遊びたいとか,なんかそういう、えー、と自分が頭、なんか このゲームのキャラクターにな,るなりたいっていう感じで、はい、やっぱり12歳,、まあまあ、12歳ではないけど、なんか世界を救うの15歳とかだったら、ちょっとこの人がまだなんか人生が短いから、そんなになんか経験がな,いなかったので、だからそんなになんか世界を救うのなんかパワーとか考え方がないっていう感じがししますな,なんでしょうねプレイヤーと同じぐらいの年齢設定のほうが、感情移入しやすいっていうか、やりやすいっていうところなんでしょうね。うん、だと思います。 まあ、特に主人公が16、まあうん、女の子の主人公は一番目の萌え的なもので、うん、主人公が16歳とか14歳だったら、まあ、ちょっと20代のゲーマーが全くなんか面白、まあ、本当に面白くないと思いますのでキキ、うんはい、キャャャピピラとか、まあ、その辺は本当 <laughs>、はい、一部の人と信じたいんですけどね、僕はね。はい あとは例えば日本だったら、えっと、アイドルっていうのはなんかセクシーと思われてますけど海外だったらセクシーだったら、まあ、20代ぐらいのラーラ・クロフト。 みたいキャラクターとか、はい、これベヨネタとかもセクシーっていうことが言えます、まあ、み,んみんなベヨネタ絶対認めてると思いますよベヨネタかっこいいっていうのはわかる、ね、そうそうあとは、えー、と最近にはフランスと、えー、フランスではな、ね、い、えー、特にアメリカとヨーロッパには、えー、と今年で結構大きい話題になりますけどまだ日本のメディアは全然届けないなんですけど、えー、とゲーム業界とゲームの中で、えー、と女性の立場、うん、どうになるかとかいろんな えとこれは結構大きな話になりますのでもしアメリカのニュースサイトとかヨーロッパのニュースサイトを読んだらこういう話は最近いっぱいありますので、えー、となんか女性のプレイヤーが、えー、とちょっとフェミニズム的にはとかも,ものがありますので、うん、えとちょっとかっこいい女性キャラがなんか遊んでほしいっていう声も結構ありまこの,、はい、の中で、洋芸を軽蔑してるっていうのはどうなんですかね。 ああ、そうですね。まあ、日本、そうです。最近は、ね、アシ朝日スクイードだったりとか。洋芸好きのやつっていうの、が結構いたりする,のもある。の少ないんですよ。<や>すっごく。結構いますよ。日本人は。ええー、いないですよ。<laughs> ええー、俺絶対、あの、日本より洋芸のが好きだって人、どのぐらいいます。<laughs> ほら、いや、それは最近なんですよ。最近。そうなのかな。うん もうなんか昔の溶液好き、僕まあいいや、あの、はい、僕はあのあそう,う実ゲーム雑誌の話なんですけど、はい、名前言わないんですけれども、はい、あの溶液が届いてくると、はい、みんな、はい、ええ溶液 っって言って言専門の人がいてその人も俺やりたくないからお前がやれっていうことにだから、弓芸専門の人がいたね熱,熱血なファンがいてそれでその人にあのゲ,ームプレーゲームテストさせるんですけども他の人たち触りたくないってその人から聞きましたけどもそのゲーム雑誌で興味を抱いてたのが90年代なんですけども今は違うと思うんですけどもあれはもう全然いなくて僕しかやらなかった全部、弓芸全部僕がやってたっていう。 うん、という話は聞きましたけれども僕最後が一番大事ですね、海外市場を意,意識しすぎたせいで、最近の日本のゲームの多くは個性が失われているっていう,うんそうですね、それは、うん、うんやっぱり我々が求めているゲームというのが日本人が考えたあの、日本人がメッセージ伝えたいことがありまして、考えているゲームということですよね、うん、あの結果的にあのアメリカが作ったゲームに似たものを作ってしまえば、結局、 日本で作る意味が全くないっていうかで、うん、で逆に市場全体的にはもう全部停滞してしまうというか、はい、似たようなゲームしか出てこなくなってしまうっていうのがありますのでそうですねゲームデザイナーがみんながみんなルール・オブ・プレイとか読みながら作ったら同じものにななっちゃうんんででつまんないですよね、うんまあ、それぞれの好きなものを伝えたい要するに作家性の強いものにまた話になってしまうんですけども、はい、伝えたいことがありましたらそれを信じて。はい 作ってしまえばあまり。 まあ当然商売ですからマーケットですので売れるか売れないかっていうのがすごく大事なんですけれども、うん、あの日本ではインディーズ精神がちょっと足りないかなっていうそれは僕自身も感じることなんでインディーズと同人っていうのが若干違うニュアンスを持ってると思うんですけども日本って同人とかっていうのは結構流行ってますけどもあれやっぱり外に出てこうっていう意識がちょっと低いかなっていう気がして,いてそうですねこれもコメントの中には出たんですけれども。同人人ソフフトのファンが何人かが何か いたんですよねはい、はい、アンケートの中でだけどなかなか手に入りにくいんですコミケット行かないと手に入らない、ね、情報もなかなか伝わってこない、はい、で逆にあのヨーロッパとか海外の,あの、はい、インディーゲームズとかはすごく最近、市場あの Steam というシステムが最近あってあそういったシステムで圧倒的に、まあ、マーケットが大きくなって、はい、あの伝わりやすくなって わけけですけれども、うん、でそのゲームの内容とかリストを見てみると日本製のゲームはほとんんどないでですすよそうねね確かに全くないんですのでだから同時にソフトはマーケットは日本ではすごく大きいし好きな人はたまらないし豊富でクリエーションとしては質が非常に高いけれども海外に出そうという意識はないみたいでまあコミケットでしか売らないっていう感じなんですけどらにに Steam せてみろと という感じですね <あー S 2> <laughs> まあ遊びたい人がいるわけですよ、<うん S 2> 面白しければ世界に。は意外意外に売れるぞって話ですすねそうだと思いま次に行きたいんですけども、ちょっと簡単なまとめとして、日本人クリエーターたちに期待されてるゲームのキーワード、<はい S 2> 日本人が得意とする夢の世界、優秀的な世界、和風アートセンス、クレイジーな発想。 えー、さっき今言いましたがあのインディーズ精神の挑戦意欲、うん、ジャパニーズドリームっていうのも大きいけれども大人っぽいゲームを、まあ、ちょっと簡単に、ね、さっきの一番よく出たキーワードだと思います、はい、メッセージの中で、えー、なんかいやもう、あのー、最初に6000人とかのまとまってきたときに、ね、いろいろ見ててて一番僕も目についたのはクレイジーっていう言葉なんですよね。でまあ そうですね日本のゲームクリエーターの中で名の通ってる人って大抵クレイジーなんですけどもだからそういった部分っていうのを何てうの若いクリエーターっていうのはあのクレイジーって真似てできるものじゃないんで自分の何ていうのかなそういったセンスを信じて突っ込んでしまっていっちゃってる状態がクレイジーなのかなっていう気もするんでそういうところは多分 必要っていうのかな、やっぱり新しいことをやってみろっていう話ですよね。うん、なんか気にしすぎながら作るっていうのは、まああのー、お二人にえっ、ー、と日本のなんていうのかな世代のギャップの中でえっ、ー、と今20代中盤 以下のあたりでゆとり世代って言われるような人たちがいるっていうのはあまり他人と違うことを良しとしないみたいな状態の人もいるんでそういう意味で自己主張が弱まってるんじゃないかなっていう部分もあるっていう話はしたんですけどもでもその中でもやっぱりえクレイジーな人っていうと言い方がちょっと悪いですけどもやっぱり個性の強い人ですねそういう人はいるわけでそういった自己表現のはっきりした人の作品っていうのはひょっとするといいのかなっていうふうには ままず思わされましたね良い意味でのクレジトというのがすごくあの良いポイントだと思いますねそうです次に行きたいと思いますがフランス人現場ーーは日本のゲームの将来をどんな期待をしているのかということなんですけれども、まあ、まず次、みんなが注目しているハードってどんなものなのかって見てみますと。圧倒的に プレイステー4が期待されたわけですけれども<ー>ただ注,目あの注意していただきたいのがそのアンケートを取られたのが E3 の直後だったんですよ、はい、で Xbox One が台なしになってなこんなもん絶対買わないっていう人がいて結局もう、いっぱい一週間毎,毎回あのいろんなものを撤退したじゃないですかマイクロソフトじゃあリジョン振りにしますそしたらゲーマーがわーって言って。 えー、今コネクションがなくてもだから、x b o x ONE がまたシェアを少しずつ取り戻しているかなという気もするんですけれども、はいあのー、あとは意外なのは日本と違うのがあの携帯機、はい、3DS と p s Vita よく見てみると両方合わせて11%しかないんですよ、ね、なるほどね、あそれがやっぱりあの習慣の違いだと思うんです、はい、あの実際に売れてるんですよ、あのまあ特に 3DS なんですけれどもただ、外で遊ばないんですよ、あんまり。 あの地下鉄とかあの電車とかああ、そういういものなんですかあんまりが多いし、日本では安全して、安全に遊ぶことができるんですけれども、ゲームに集中していると、リーにやられちゃうとかね、そうそう、取られてしまったりとか、そういうのがあるので、結局、みんな元気を出さずに、そして移動時間もフランスは多分、日本ほど長くはないというのもありますので、結局、レストランとか、デンマックとかで遊んだりとかするけれども、でもやっぱり使い方は違って。 ってるんですよね。うん。で、やっぱり、携帯機で、うちで遊んだり。っていうの、主流。遊んでますね。う、は、ち、い、で、遊うなん、主流。あ、でも、日本でも、別に、そういう人、いっぱいいますけどね。ねいっぱいいると思うんですけども、も移動時間には、やっぱり、私も、実際に、見てるんですけれども。b S. P. P. S. Vita、3DS で、遊んでる人が多い。まあ、あ<ー>スマートフォンも、確かに、多いですね。いすけどはい。うん、特に、モンハンの、一番のブームの時。すごかったんですよね。ひどかったですね。ひどいですか。<laughs> うん。なんか、あの。<laughs> なんだろうな。あの。 女の子でもうはやってるのがこんなにいるのかってぐらいいいっぱいやってたりとか逆に羨ましいなと思いましたけど私僕もあのなんかたまたまあのなんか一緒に借りましょうかっていうんで行って俺がそんなにうまくなかったんでなんかすごい軽蔑された感じのこともあるんですけど。 そうですねあとはもう1つ注目してほしいのが PC が結構大きいですね、28%で、それも多分10年前とか20年前のアンケートだったら、もう全然少なかったはずです、そうで,す、ね、で最近の PC、やっぱり Steam とか、そういうグリーンライトとかはメインになりつつあって、はい、今はやっぱり注目ハードとしてどん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 増えてきてると思うんですよ。はいうん やっぱりインディーゲームズがいっぱい出るので、多分そっちに行ってると思うんです。そうですよね。あのそういった中にはやっぱり変わったものがある。まあ個性の強いもの多いですから。うん、そうですね。<で>えっと、そしては日本のゲームがのしょ、えっと日本のゲームの将来性はえっとまあ将来が明るいと考えてるひこを考えてる人が58パーセントになりますので、まあ結構ポジティブなと思います。うん、えっとなんか。 ネッ,トまあ、ネットのニュースサイトとかコメント見たら、まあまあ、人が名前なしでコメント出してますから結構ひどいものをいっぱい言ってますから、はい、けど、まあ、実際考えてるのは、まあ、そんなななにし白くないですね掲示板なんかだとネガティブな意見が多いけど実際に取ってみると、まあ、あれはうるさい人たちが言ってるだけであって、うん、で実際に数を取るとそこそこ明るいと考えている。 これちょっとありがたいですけどもね、うん、日本人、多分ここまでパーセントいかないんじゃないかなと思いますけどもね、うん、なんか日本のテレビゲーム産業の将来は明るいと思ってる方、ちょっと、し、やだー、これ以外ですね、ちょっとこれはもうちょっといるかと思ったのにな、うんうん、いや、みんな期待してるので、あまり落ち込まないんで、ガンガン出してくださいよ、ソフトを。うん いや、みんな信じてるし、ねあのえー、これからもいいソファーに出るとそしてはみんなが、えー、と若手のゲームの、まあ、日本の若手のゲームクリエイターを応援したいですかって、まあ、みんな応援しています、はあ、本当にすごいもう、えー、と家は1%しかない、まあ、たまあ誰にも応援してないから、まあ、本当にみんな応援していますのでもっと みんなに自信になっ、ね、た,たら、はい、でもそうですねそういう数字とかも見てみると要するにあの、洋芸とか日本製のゲームとかあまり区別ないんですよ、今。面白いゲームで遊びたいっていうジャンルの中で<う>日本ゲームの面白さっていうものを認めて、ね、もっと出してくれっていう感覚でしょうね、うん、オリジナリティがあれば十分そうですよねでフランス人ゲーマーからの応援メッセージなんですけどもこれ、ちょっと。あの もう時間的には大丈夫ですかちょっとこちらにここいやあとあと5分ぐらいうんこはい 読んだほうがいいですか日本のクリエイターの皆さんへ日本の文化は豊かで私たちの目には大変エキゾチックに映ります鬼武者や何、えー、だっけこれでゼ,ロゼロや、はい、オオカミといった異次元の世界では僕らはエキゾチックなロマンを感じながら楽しい観光旅行をさせてもらったと思います自分たちの文化を誇り自分たちの文化にいいですねきっと誇りを持ち文化や国ごとの好みの差の 壁を恐れずに、日本らしいゲームを作ってください。ゲームプレイと内容が面白ければ、きっとどこでも受け入れられるはずです。っていうことで、夢っていう部分では。そうですね。うん、ただエキゾチックに移るっていうのは、僕らにとっては普通のものがやっぱりエキゾチック。それはそうですね。僕らもね、パリとか行ったらエキゾチックですからね。そうですね。っていうのと同じことなんですね。だと思います。はい、まあ、そういったロマンっていうの、日本は確かにね。あの鬼武者とか、だから。 いわゆるこれ日本人にしかわかんないよねっていう考え方をちょっと捨てて <うん S 1> あのなるほどこれ日本人しかわかんないねじゃなくてじゃなくてな面白いから面白ければう <ん S 2> そういうものをどんどん行けとそう求めてるのが実際はそうなんです実際はそういうところ求められてるっていうことなんですね <うん S 2>、うん そう私たちの世代は日本のアニメと日本のゲームと一緒に育てられていてだから日本人と同じくいろんなものが分かりますから。っていうと例えば日本でいうとこのお約束みたいなものも <そう S 1> はっきり分かるとすでに <はい S 3> 多少は分かると思いますしあとは分からなくてもそ,れはまあそのクリエーターのものなので尊敬するわけですよ、なんだこれじゃなくてあこのクリエーターこれ伝えたかったのかなう自分で勝手にそあの解釈してしまうので。なるほどね 次に、まあ、クレジーですね、すねまたやっぱりキーワードとしてフランスで好まれているゲームは、次に何が出てくるか予想がつかないゲームです。良い意味でのとんでもない、ああ、切れた、なんだこれはと思わせる展開のゲーム、それが日本人が得意としているものだと思います。 えー、須田イ一プランチナーゲームスあるいは塊魂やメイドインマリオを作ったスタジオのような存在がこれからもたくさん登場してほしいです想像力にリミットをかけずにどんどん良い意味で変わったゲームを作ってくださいもう想像力にリミットをかけずに作れって、うんまあ、フラス人に言われちゃうのはちょっと悔しいですけどねまあでも本当にあのー クレイジーっていうのかなあの若い人たちっていうのがやっぱりリミットをかける傾向が強いな確かだと思います。まあ要するに売れるか売れないかってそうですね <うん S 2> 売れるか売れないかで判断するのはよくないんですよねやっぱりね。うん必要なんですけれどもでもやっぱりゲームをまあ確かに食えなきゃ困るんで。<うん S 2> うん なんですけどもねだからインディーゲームズが大事だという気もするのでそういったスキームでもって新しいものを作るっていうのもありで、うん、日本はやっぱりゲームの開発会社とかゲームのパブリッシャーというのは確かに非常に多くて力も強かったりするんでその中でどうなのかな経営者の意識的な変革も必要なのかもしれないかなと思いますけどもねやっぱりそれよりゲームデザイナーがあのとんでもないものを作ってこれでいくんだっていう自信がある。なんかやっぱり えとどのゲーム会社にも1人や2人はクレイジーなやつがいるはずなんでそういうやつらがちゃんと力を発揮するしてくれればいいのかなという感じがしますけどね。 でまあ、そうですね次も結構今の話につながっていくんですけれども、はいね、日本のゲームクリエーターの皆さんへ自分たちのアイデアを信じてくださいゲーム市場は現在大きく変わろうとしています作家の個人色の強いインディーズ市場はこれからもどんどん大きくなっていくでしょうですからユーザーの求めているものをベースにした作品ではなく自分がユーザーに伝えたいものをベースにした作品を作ってくださいと日本には面白いアイデアを持っているクリエーターが数多くいると思いますが彼らは売れるか売れないかを恐れているように感じます 恐れることなくインディーズでどんどん挑戦してみてください変わった作品でも面白ければユーザーがついてくるはずですやっぱりイ,、うん、インディーズはそうですねキーワードとして結構出てましたね、えー、はい。日本ではインディーズってどれぐらいあまりどうですか、ね、そうですねインディーズっていう感覚がないんだと思いますね、うん、だからあのー、どちらかというとウェブ屋さんの方が攻めてたりするかな、うん、なるほど でもう終わってしまうんですけれどもこれで、えーえー、クールジャパンですね、うん、日本の皆さんこんにちはフランス人には日本が大好きな人多くいます僕たちは日本人が作る妖芸はいりません日本人によるジャパンゲームが欲しいのです えー、僕は日本のゲームは遅れているとは思っていませんただ昔に他の国々より飛び抜けて進んでいただけで今は西洋が日本のレベルに追いついてきただけだと思います日本の現在の立場は悪いとは思えません日本対西洋全体で比較すると日本は停滞しているように見えますが国ごとに比較すれば日本はまだまだトップのレベルですっていうと,でという使命なんですけれども、はい、確かによく日本人がするものなんですけれども洋ゲジャパニーズゲーム で2つに分けるんですけども世界ってあまりにも大きいからそ、うん、そうですねその国ごとに見てみてしまうとやっぱり日本の存在ってものすごく大きいですよフランスのゲームって言うと何って感じですよね,ねだからあのドイツのゲームって何って、うん、本当に皆さんのこちらには分からないと思うんですけども全部、要言にまとめてしまうんですけれども、うん、結局、日本のゲームってどれだけ未だに好かれているのか、うん、注目されているのかって分かると思うんですよ。うん、なので まあ,、ねあのまあ、今回のセディック特にゲームデザインをやってる方々にゲームデザイナー部門として、えー、伝えたいメッセージとしてはあの自分が面白いと思うものを信じて新しいものを作ろうぜっていうところをやっぱり伝えたいそういう意味でも、えー、世界のほかの国々の人も応援してくれるっていうところで最後の締めにしたいと思いますこれでいいですかね。はいはい 今日はありがとうございましたご清聴ありがとうございますありがとうございましたありがとうございました,ました以上をもちまして本セッションを終了とさせていただきますご記入いただきましたアンケートは会場出口にて回収しております本日のセッションはすべて終了となります。 忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りくださいありがとうございました